早朝前にお集まりの皆さん、お疲れ様です。大変申し訳ないんですが、今発電機がちょっとトラブルを起こしておりまして、新しい発電機が持ってきています。それまでの間大変お気に入りして申し訳ありませんが、このトラブルを使ってお伝えさせていただきますので、よろしくお願いします。毎週皆さんにお願いしていることですが、私たちが開いているスペースは電気ブロックから車道側になっています。この歩道は自転車の皆さんも通るところになっていますので、そういった方々が通れるように十分スペースを上げて利用をお願いいたします。ちょっと一応雨が降っていまして傘を差していますので、歩道上は十分スペースを上げていただけるように、皆さん車道側によって通り越しを行うようにお願いいたします。それから周りではまだ多くの方々がお仕事されていますので、そういった方々にご迷惑ならないように、ボタンについても十分注意しながらやっていきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。3枚買ったら4枚。それでは62回目になります。同調したまんまへ反原発攻撃行動スタートします。再稼働反対、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 あの福島の原発事故が起きた直後、今すぐ脱原発というのは現実的ではないとおっしゃいました。今でもそう考えに変わりはないでしょうか。今毎日毎日何百トンもの汚染水が太平洋へと垂れ流されています。それを止める手立ては全くありません。東京電力という一つの会社ではどうにもならないということがはっきり分かりました。そして今やこの汚染水の垂れ流しの問題は日本だけにはとどまらない、世界を巻き込んだ大問題へと発展をしています。まさに人類史上かつて経験したことのない異常事態になっています。この現実を前にして、それでもあなたは脱原発は非現実的だと言い切れますか。今の現実を見れば、原発は絶対に動かしてはいけない、私たち人類にはコントロールできないということ、このことが今示された現実ではないでしょうか。今、現実的になるということは、原発を動かしてはいけないということです。そして、15万人を超える方々が、いまだに避難生活を送っていること、その現実をあなたはどう見ていますか。いつになったら、自分の自宅や自分のふるさとに帰れるかわからない、そうした方々の思い、あなたはどのように感じていますか。それでもまだ脱原発は現実的ではない、あなたはそう考えていますか。もしそうであるならば、そんなにまでしてどうして原発を動かしたいのか。この北海道はもう1年以上原発が止まっています。しかし何の不幸もありません。電気も耐えています。なのになぜ危険な原発を動かさなければならないのか。あなたがもし原発を再稼働させようと思っているならば、そのことをきちんと農民に説明する義務があります。国が決めたからとか、規制庁がいいと言ったからとか、そんな他人の責任になすりつける、そんなことはあなたの責任とってやってはいけないことです。あなたは同知事である以上、私たち農民の代表である以上、私たちの命や暮らしや、そして子供たちの未来を守るという責任を持っている立場上、あなたは泊原発を再稼働させるんであれば、あなた自身の言葉で原発がどうしても必要だということをはっきりさせなければならない。あなたにそんなことをできる、そんな能力がありますか。そんな度胸がありますか。今の現実を、この現実に目を背けて、それでもなおかつ原発を動かすんだと言い切れますか。私たちは当たり前の思いとして、今何百トンもの汚染水が太平洋へ垂れ流され、
15万人以上の方々が避難生活をしている、この現実を見たときに絶対に原発を動かしてはならないと思います。それが当たり前の思いではないでしょうか。そのことを実現したいと今日もこの場に立っています。もう62週間になっています。私たちはいつまでこの場に立ち続ければいいんでしょうか。あなたが農民の目の前に立って、泊まり原発は二度と動かさない、皆さんと一緒になって原発のない北海道、子どもたちに放射能の不安のない北海道を残していく、皆さん力を合わせましょうと、その一言を私たちは待っています。多くの農民の願いと一緒になって力を合わせていきましょう、その新たな言葉が多くの農民待たれています。そんな簡単なことをなぜあなたは言えないのか、そんなにまでして北電に用を売らなければいけないのか、私たちは不思議になりません。今北海道は原発がなくても電気は十分足りています。であるならばなぜ原発を動かさなければならないんですか。そのことをあなたはきちんと説明しなければならないと思います。今日もまたこの札幌だけでなく旭川でも釧路でもそして函館でも全道各地全国各地で同じ思いを持った仲間たちが原発をなくそうと同じ思いを持って訴え続けます。私たちの声、私たちの思いをぜひ耳を傾けてほしい。社会人、そして農場で働いている皆さん、私たちの農民の声、農民の願いをしっかりと胸に刻んでほしいと思います。今日のこの農場来た本前から2時間にわたって私たちの仲間が訴えを行います。その思いをしっかりと受け止めて、そして一日でも早く北海道から原発をなくすと表明してほしい。私たちの願いはただ一つです。高市議員、私たちの声が聞こえてますか。私たちの思いがあなたの胸に届いていますか。今日も私たちが訴えるその中身、その思いをしっかりと受け止めてください。再稼働反対、
あのチェルノブイリを上回る人類史上最悪の原発事故だと言われています。そして問題なのはこの汚染水の垂れ流し、どうしたら止められるか打ち手が全くないということです。昨日東電の責任者も言いました。対策は全く後手後手になっている。文字通りその通りであります。この時点に立って東京電力などに任せておくことはできない。そして日本だけでも解決することはできない。世界の知恵を集めてこの汚染水、毎日毎日何百トンも太平洋に垂れ流されている、この汚染水を止めるためにみんなで力を合わせなければなりません。それを福島県の問題だから北海道は関係ないのということはできません。この北海道にも泊原発があります。ならばこの北海道でやるべきことは泊原発は二度と動かさない、そのことを一日も早く決めて、そして廃炉に向けて動き出す、そのことではないでしょうか。北海道知事として農民の代表としてあなたが今やるべきこと、そのことは泊原発は二度と動かさないと一日も早く表明をして、そして廃炉への道を歩むこと、そのことだと思います。それは多くの農民が願っていることです。あなたが農民の代表である以上、私たちの命で暮らし、そして子供たちの未来を守る責任がある地位である以上、一日も早く北海道から原発をなくすと表明をしてください。私たちはその日が一日も早く来ることを願って今日のこの場に立ち続けています。再稼働反対、
になります。稼働している原発はゼロになります。それを再稼働させない運動を私たちで作っていきましょう。福島第一原発が事故があったとき、ドイツでは10万人規模のデモ行進を行い、国に圧力をかけて脱原発の姿勢を示させました。高橋知事、あなたは原発事故後初めて営業運転を認めた悪名高き知事になってるんですよ。さらに今動かそうとしている泊原発3号機、あなたの考えでは一番にはなりたくない。だけど原発は動かしたい。そうなんじゃないですか。泊原発3号機は日本で一番新しい原発です。しかもあなたは経済産業省出身、北電とベタベタの関係、日本で再稼働を一番に、泊原発がターゲットにされるのはそういった姿勢なんじゃないでしょうか。ここにいる私たちがそんなことはさせません。北海道が初めて再稼働させたとき、本当に悔しい思いをしました。今度はまた初めて動かす、再稼働する原発が3号機、泊原発とはさせません。抗議行動をここで続けていきます。あなたも覚悟を決めて泊原発を廃炉にしてください。再稼働反対、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 再稼働高橋歩美さん、この雨の中でも多くの仲間が報道庁基本前に立って再稼働反対で声を上げています。私たちがこんな雨の中でもこの前に立っている、あなたの目にはどう映っていますか。本当に物好きだなとあなたは思ってませんか。私たちはあのゲリラ豪雨の時も猛吹雪の中でもこの場に立ち続けて、この場からあなたに向けて訴えました。北海道には原発は必要ないということ、そのことはもうすでに明らかになっています。泊原発が止まったままでも北海道の電気は何ら問題ない、そのことはもう1年以上明らかになっています。であるならば危険極まりない、私たち人類にはコントロールできない、この原発は二度と動かさない、その決断しかあなたには残っていないんじゃないでしょうか。そんな当たり前のことを私たちはこの場から訴え続けているんです。あなたにはそのことがわからないですか。この北海道には原発が必要ないということ、原発なんかなくても電気は十分足りているということ、そのことがあなたにはわかりませんか。原発が安全だと言い続けていた電力会社は、それが嘘だということが分かると今度は電気が足りないと言い出し、それも嘘だということが分かると原発を動かさないと電気料金が上がると言いました。それもまた嘘だということです。電気料金が上がるのは原発を止めたからではなくて、原発があるから原発の維持費のために私たちが払う電気料金がどんどん上がっている、それが真実ではないでしょうか。高橋さん、あなたはそのことを十分知っていながら、北電が値上げを申請したとき何も言わなかった。
徳島県の知事は原発が止まったから電気料金上げる全く芸がないですねと電力会社の社長に向かって言い放ちました。新潟県の県知事はこの後に及んで原発を動かすなんて正気の沙汰ではないと社長に向かって言いました。あなたは北電の社長に対して一言でも何か言ったことがありますか。北電が電気料金の値上げを申請したとき、泊原発の再稼働を申請したとき、あなたは北電に対していい加減にしろと、なぜ私たちの声を代弁して知事としてはっきりと言ってくれなかったのか、おかしいじゃありませんか。私たちはあなたが知事として私たち道民の代表として北電に対してはっきりと物言ってほしいと思っています。北海道には原発はしておりません。再稼働反対、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 再稼働反対。皆さん、大変お騒がせいたしました。声がこれで聞こえてますか。現地の後ろの方は声が聞こえてますでしょうか。といっても現地がないかわかりませんけど、これで音もちゃんと聞こえになったと思います。改めましてこの雨の中道庁さんを前に集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日で62回目のこの道庁さん前反原発抗議行動、これから皆さんと一緒に進めていきます。今日も旭川でも釧路でも、そして函館は来週のようですが、この金曜日の行動を続けていきます。全国でも首相官邸前を含めて同じ思いを持った仲間が、原発に限らずいろいろある原発以外の発電方法にもリスクはそれなりにあると思います。ですがこの何十年にもわたる原発に頼る発電で行き場のない核のゴミはどんどん増え続け、人がコントロールしきれるレベルのものでもないことは福島の原発事故を見てわかる通りですよね。そして天災もいつどこでどの規模で発生するかわからない。事故が起きるまで国の言うことを信じすぎて原発という発電方法に頼り切ってしまっていた自分たちにも非はあるから、これからいっぱい学ばなければいけないと思います。2年過ぎた今も汚染水の問題などで不安なまま見えない放射能に怯えながら、この先どれくらい生きていかなければいけないのでしょうか。私は別に推進派と喧嘩がしたいわけでもないし、右とか左とか正直どうでもいいです。ただ原発に 100% の安全がないこと、有事の時の被害の大きさ、核のゴミの問題、安心しておいしいものをいっぱい食べたいし、いろんなところへ遊びに行きたい、ただそれだけなんです。今こうして声を上げていかなきゃ、きっとこの国はまた同じことを繰り返すと思う。来月また
この国の稼働原発がゼロになる。もう原発が動いていなくても電気は普通に使えて足りないってことはない。だったらそのまんま、お願いだからずっとずっと休んだまま、そしてそのままこの国の原発が全部廃炉への道へと歩んでくれることをただただ願うばかりです。再稼働反対、清田区で歌を歌っています。清田歌う会クリスタルのメンバーです。今日は 8人で来ました。私たちが日頃練習している曲で、この場でぜひ皆さんに聴いてほしい曲があって、今日は1曲歌いに来ました。我が球場という歌で、実はこれは歌手の沢田研二さんが作詞をしたものなんです。彼が60歳の還暦の時にいろんな思いを込めて作った曲なんですけど、核の問題とか憲法の問題とかいろいろこの詩に込められてますので、私たちの思いと重なるところがあるので、ぜひ歌わせていただきます。清田歌う会クリスタルです。Thank you.
沢田賢治さんは静かにあの一人一人に通る言葉で訴えましょうと言っています。100万人署名も始まっております。一人と原発反対の方に通る言葉で伝えていきたいと思います。清田さん会クリスタルでした。ありがとうございました。最下の反対、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 最下の傘を差している方が多くいらっしゃいます。なるべくその詰め合って傘でねちょっとかさばりますけど、かさばりますけど、通路を大きく開けるようにご協力ください。よろしくお願いします。それでは声も通るって言ったので、高橋知事、先ほどから何度もじゃあ先ほどからではありません、1年間同じことを何度もここで訴えております。デンマークでは100% 自分たちで自給して電気自給をしている、そういった島があるそうです。日本の環境局で北海道は自然エネルギーのモデル事業になっているじゃありませんか。ここ北海道でも芦別なんかも地元で電気を供給していく、そういったバイオマスの研究もされております。上川なんかでもいろんな研究をされています。北海道は自然エネルギーの宝庫だということはあなた自身も分かっているはずです。危険な原子力に頼るのではなく、自然エネルギーに転換することこそ国民の要求じゃないでしょうか。さっきから言ってますけど、日本で一番新しい泊原発3号機が再稼働の一番手に上がっておりますが、私たちはそれを許しません。ドイツで10万人の国民がデモを行って自然エネルギーに転換を迫ったように、北海道の町民みんなで声を上げて自然エネルギーに転換していきましょう。今泊原発は動いていません。それでもこうして電気をつけて普通に暮らしている、それが何よりの証拠です。福島ではまだ何も始まっていません。まず一番急がなくてはいけないのは福島を何とかすること。改めて漁業関係者が国に要請をしましたが、すでに国営化している東電は国の責任でやるべきです。国の国策で進めてきたエネルギー政策なんですから、国が最後まで責任を持つ、それが本当の責任じゃないでしょうか。北海道に事故を起こさないためにも、まず泊まりは廃炉、その決断を今すぐしましょう。高橋知事、最高。
原さんです。今規制エネルギーのこと話が出ましたけれども、最近テレビで広告コマーシャルがなくなった。それはどんなコマーシャルか。オール電化で太陽熱で余った電気を電力会社が買う、こういうコマーシャルがなくなったんです。そうだ。これは何を意味するんでしょうか。太陽エネルギーや風力エネルギー、自然エネルギーを電力会社が買うか買わないかは電力会社の勝手です。こういうことじゃないでしょうか。買わなければならないという法律もないです。我々は反戦11の半年前に出された本で、北海道は稚内で 100% 自然エネルギーに変えていくんだ、そういうことで国会の当時衆議院議員だった吉井秀勝さんが稚内に赴いて太陽エネルギーや風力エネルギーを見て回ったそうです。この太陽エネルギーや風力エネルギーを電力会社が買わないといえば、孫正義ソフトバンクの社長が太陽エネルギーパネルを作るんだと言っても、これは買わなければならないという法律はないです。ぜひ電力会社が本当に太陽エネルギーや自然エネルギーでこれを買えば十分電力は間に合うし、間に合わせなきゃならないんじゃないでしょうか。これを買わなくてもいいということで、コマーシャルがなくなった、このことに気がつかなければならないのではないでしょうか。もう一つ、私は政治的なことはあまり言いたくありませんが、この集会は先週も誰か言ってましたけれども、私たちの声、マイクと声で、これが全てです。他の暴力的な運動はしておりません。ところが憲法、自民党の憲法法案では、改正案では公益及び公の秩序に基づいて行われるでは認めるだけど、公益上いや、公の利益とは何でしょうか。秩序とは何でしょうか。誰がそれを判断するでしょうか。この原発集会が秩序を乱すということに認定されたら、我々の抗議行動ができなくなるではないでしょうか。こんなバカなことを私たちは許せるわけありません。憲法、自民党の憲法草案に断固反対し、民主主義を守ろうではありませんか。以上、あといろいろなことがありますけども、次の人に回したいと思います。再稼働反対、再稼働反対、ソーマリーは廃炉、オーバースクールだ、オーバースクールだ、オーバースクール。
ずれるようでずれないんですけど、あの消費税増税の理由を明石国債にしておりますけど、示しておりますけど、あれは国債と言いまして、都市銀行を買い占めてるんですね。で、増税しようとしてるのを下手したら、福島原発のせいじゃねえかなんて思っちゃうし、それと年金が55歳だったのが、今度の60歳になって65歳になって、APP の 先取りじゃないかなと思います。どちらにしても原発は絶対的に、強制できない生き物ですね。まあ生き物って言ったら変だけど、科学の限界っていうのがそこにあるんですけどね、やっぱり実は東京電力の場合破産状態なんですね。この金をどこから輸出しようかっていうのが政府の企みなので、それに乗らないようにしたいと思っています。それでは原発反対、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 再稼働反対。私は毎週触れてるんですが、東京電力にだけは任せておけないということで、今度政府が汚染問題に全面立つということを発言しました。おときに知ったぐらいです。それと東京電力はすでにたくさんの税金を積み込んで国からの出資も受けてます。ところが持ち株はそのまま、当然と自分たちの財産には一切手をつけずに国のお金を使っている。そして普通の企業のような営業活動を続けているのが実態です。皆さん、国のお金を積み込む前に自分のお金をすべて被災地の復興のためにまず使うことを決断することが大事ではないでしょうか。起こした事故の重大さ、人の命に比べたら経済活動などは二の次だというふうに考えています。まず福島を一日も早く元に戻す努力を始める。そして廃炉にするための準備を着実に進める。このことが求められているのではないでしょうか。タンクにお金をかけないで漏れるような、そんな安上がりな解決方法で許すわけにいかないというふうに考えています。テレビのニュースでも堰を作ったというから、よく見てみると10センチか15センチかの囲いがしてあるだけです。あれは堰とはいりません。しかもタンクのバルブの出口は開けっぱなしになっています。もともとが放出してもいい、放出しても仕方ない、海に流れても仕方ない、そんなやりっぱなしの東京電力のやり方は許せません。まず襟を正して福島で起こったこと反省して、自分たちの財産を全部積み込んでも福島の復旧を一日も早くすることを我々は求めるものです。そしてそのことがある以上に、北海道でも泊まりはこのまま廃炉に向かって再稼働など持ってのほかということを強調したいと思います。北
電が自慢する3号機でさえ新車には手を焼いてまだまだ想定用が不十分なことを指摘されています。何か起きたら大変な原発は直ちに廃炉にする決断をすることを私たちは強く求めるものです。止まりは廃炉、これしか結論はありません。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、大間もやめろ、大間もやめろ、俺の場合は中止、俺の場合は中止、命が大事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 、ありがとうございました。再稼働反対、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 再稼働反対。こんばんは。私あの白石区で整形外科の医療をやっている猫塚と申します。本当にお疲れ様です。雨の中、同時に私あの医療救助の会北海道というところで共同代表をやっているのと、もう一つ北海道パレスチナ医療法人団の代表もさせてもらっています。私今安藤さんの話を聞いて本当にその通りだと思いました。福島で毎日毎日、毎時間毎時間流されているあの汚染水、今度政府があれはレベル3だと言ってますけど、皆さんどうですか？そんなこと信用できないでしょう。どうだ、政府がレベル3って言ったら分かんない、4か5ぐらい。私の友人がフェイスブックに寄ってくれました。2年半でレベル3、5年経ったら倍になる、レベルどっか、そのようなことをまあ、冗談交じりに言ってましたけども、私は本当にそうだと思う。そのことをあの安藤さんの今言われたことに感動して付け加えたいと思います。皆さん、私今すごく疑問に思っているのは安倍自民公明内閣のやり方です。よく見てごらんなさい。この原発の再稼働についても議論を安全規制委員会に、原子力規制委員会に丸投げ、消費税の増税だって有識者50人だか60人だか集めて丸投げ、出てくる結論は消費税の値上げ、出てくる結論は再開でもいいかもしれないってこと。そしてもっとひどいのは集団的自衛権の決めるのも、これまた有識者を集めて結論を出して、自分の委員なり有識者を何人か集めて、そして結論を出していくやり方、これが今の安倍首相、安倍自民党公明党内閣のやり方ではないでしょうか。これが全部私たちが今問題にしている原発の再稼働にも適用されています。先週お話したように9月14日の医療救助の会主催の脱原発小出先生の講演会に上田札幌市長が挨拶しにやってきます。上田市長さん本当に喜んでました。私が市民の皆さんに私の立場を率直にお話をできる場を設定していただいてありがとうございますということを上田さんが言っておられました。ちょっと話横にそれますが、私上田さんに代わってちょっとお話したいと思います。上田さん札幌市長になられてから随分経ちますが、もっともっとその前、上田さんは弁護士です。チェルノブイリが起きた後、その前からボロノバの施設の問題で上田さん活躍してました。そしてチェルノブイリ事故が起きました。そのことに対して上田さんもちろん腹渡を繰り返して脱原発の戦いに立ち上がっていました。私上田さんに非常に感銘を受けたのは、上田市長さんがあのチェルノブイリ原発の後始末をする労働者が一体どこから来てたのか、そのことを上田さんがとことん追及したそうです。行った先はリトアニアである、バルト三国、
当時ソ連はバルト三国の労働者を貨車に詰め込んで行き先も分からず運んだそうです。労働者が汽車から降りたらそこはチェルノブイリ、そこでバルト三国の労働者が原発の足取りに働かされて、その後そこで浴びた放射能を持って彼らはバルト三国に帰っていったそうです。この後遺症を調べるのに上野さんがわざわざバルト三国まで実態調査に行ったと。それが1980年代後半ですよ。20年近く前。その頃から一貫としてやってきている上田さんの脱原発への取り組みは、私非常に感銘を受けています。そのことを上田さんに率直にメールでお知らせしました。そしたら私たちの集会に皆さんと同じ気持ちで来て、率直に市民の皆さんにお話ししたいと。こんないいことがありません。この間の人口調査で札幌の人口は190万を超えています。この政令指定都市の市長の上田さんが私たちと一緒になって脱原発を叫んでくれる力になってくれる、こんな力強いことを私たち札幌市民に与えてくれています。皆さん、9月14日の集会大いに成功させようではありませんか。よろしくお願いいたします。話を元に戻します。今安倍内閣がやっている有識者政治、それに対して痛烈な一打を与えた人がいます。誰だと思いますか。小泉元首相です。先日の毎日新聞のコラムで小泉元首相、私は小泉さん大嫌いです。しかし彼がコラムの中で言いました。私は脱原発です。今安倍首相が右往左往している、いい加減にやっていることはひどい。原発を本当にやめるんなら安倍首相、あなたが言い出せばそれで終わるでしょう。何をしてですかということを毎日新聞のコラムを使って私の大嫌いな小泉元首相が言ってました。皆さんそうでないですか。安倍首相があちこち右往左往して、あたかも国民や市民の皆さんの意見を聞いたかの声に聞いたかのように装って、そして結局は原発を再稼働する、消費税も上げる、集団的自衛権を使って自衛隊を海外化して人殺しをする、このことを決めようとしているのは安倍自民公明党内閣じゃないですか。私は本当に腹が立ちます。昨日ニュース報道ステーションを見たら石破自民党幹事長が出ていました。古田さんがとことん突っ込んでました。言葉に詰まった石破さんはご覧になった方たくさんいると思いますけど、とにかく議論する、国民のみんなに分かってもらう、全くそうです。分かったらあんなことできるはずありません。皆さん、こうした安倍政治のやり方をやっぱりとことん変えていかないと私たちはダメだと思います。もう一つ最後に言います。裸足と弦の問題です。みんな腹立ってます。私たちも、私の子供も孫も私の現場を見て、戦争って本当に嫌なもんだと思いました。私のフェイスブックに朝日新聞を引用して出しました。一番問題になっているところ、4コマ漫画、4コマ。皆さんご覧になったと思います。首を腫れるところ、女性を恥かしめるところ、妊婦さんのお腹を切り開くところ、もう一つ書きましたけども、その4コマを中澤啓治さんが書きました。そのことをガカタカトにする。皆さん、あれにも書いてありますけど、戦争ってそんなに美しいもんなんですか。原発の被害、そんなに綺麗なもんなんですか。そのことを少しでも分からせようと思って書いたのが中澤啓治さんだったと思います。実は中澤啓治さんと2度ほど電話でやり取りをしました。本当に優しい人です。本当は札幌に来て札幌の市民の皆さんと私の件を語りたかったというのが2年前。その時に中澤さんはすでに肺がんに侵されていました。一度は奥さんと相談して札幌に来てみんなと話をしたいと言ってましたけども、3ヶ月後にやっぱり無理だと、私の肺がんが進行してて申し訳ないけども札幌に行けないと言ってました。その思いがあるもんですから、私は私の件の話を聞いて、あったことをなかったことにする、内心大虐殺もあったことをなかったことにする、原発事故もあったことをそのうちなかったことにする、こんなことを許してたまるわけにはいきません。ですから今安倍内閣が進めている
私に言わせれば、有識者内閣、このことを一つ一つ声を上げて、私は潰していきたいと思います。皆さんとの力を合わせて、そのことを実現しようではありませんか。長くなりましたけど、以上で終わります。ありがとうございました。雨の中、皆さん、ご苦労様です。今あの池塚先生がおっしゃったことも関わりあるかもしれません。ただ一つだけ雑念だけやっていただこうと思います。今あの先ほども新しいあの自民党の憲法草案のことを触れてた方がいらっしゃいました。であの憲法が現実のものになったら、日本はもっと暗黒の社会になると言っておっしゃってましたけど、僕はもうすでにこの時点が暗黒の社会だと思っています。なぜかあの アベノミクスなんて浮かれてる安倍首相が、原発問題、TPP 問題、それから税金問題、全部社会保障もそうです、消費税の問題もそうです。で 何で決めてるか、今出久田先生の話も出てきましたけど、有識者会議、有識者会議って一体何でしょう。であるあの官僚が、言ってました。賛成の知識人を集めるのは簡単だ、だけど反対の知識人を集めるのは非常に苦労してるっていう、何を意味するのか。要するに官僚のお膳立てで反対賛成をある程度集めて、それで、議論しましたよというアリバイを作って、で最後は誰が決めるのか。少なくとも今までは、党の税調会長などを経て、それでいろんな議論、少なくとも議論を経ていたのが、最後は税調会長、いろんなことを含めてそういうこと関係なく、安倍本人が決める、安倍首相が決めるということです。これは何を意味するのか。第二次大戦前にヒトラーがナチスを操って、独裁を実現したとき何が起こったのか。最初から軍隊が反対する人を殺したわけではありません。自然に、あとある日気がついてみたら、その国の国民、人民の権利が全て剥奪され、ナチスの非用に操るようになっていました。それと同じことを今安倍首相が推し進めているわけです。で、その裏にいるのは、官僚、その官僚の裏にいるのは、なんだかんだ言ってもアメリカ、要するにアメリカ、日本はアメリカのポチポチですから、要するにそういうふうにアメリカの意向によって動かされているわけです。で、それで、あの原発も、要するに、再稼働は、これははっきり言ってアメリカの意向に沿ったものです。あと TPP、これもアメリカが大きく儲けるために、日本官僚を動かして、日本を参加させ、そして、オスプレイも、アメリカが自由にどこにでも行ける。これは要するにもともと安保条約に基における、憲法の上の憲法である、日米地位協定によってアメリカが好きな勝手なことができるということを、決められたおかげでこういうふうな状態になっている。アメリカが安倍にとっても財界にとってもアメリカにとっても福島の原発がどうなろうと、排水のポンプかタンクが漏れようが何しようが関係ないよ。自分たちの利益になれば、技術になれば日本を捨ててもいいという、そういう考えの意図のもとにやってる。そのことは許せない。しかもそのことを多かれ少なかれ高橋晴美知事は知ってるわけ、知ってると思います。そのことを知りながら、新潟の知事や香川県だったかなの知事のように嫌味すらも一言も言えない。私たちはそのことを許せないし、どんなことがあってもそのことを止めなきゃいけない。で、我々はそのことも含めて、原発問題だけじゃなくて、その根がもっとそういうアメリカの、ポチというとこにあるんだということを周りと一緒に広めていかなければならないと思います。で、最後に
僕のあのこれはっきり言って僕の幻覚であってあることを狙って あればいいから、で僕ははっきり言ってそういうことであの幻覚であるんだったら引き換えて終わるともいいんですけど、日本列島は縦に長い、そして泊原発から、南は玄海原発、仙台原発まで含めて一定間隔で原発があります。で地上で測れば距離の短いのはあるけれど、空から見ればほとんど関係ありません。それは何か、僕は本当何十年も前に今大軍医という偉い出世をした中曽根元首相が日本のことをアメリカの平和、アジアの平穏と秩序を守るための不沈空母と言いました。不沈空母です。だから要するにいろんな国が敵対する国が攻撃をしたら日本がそれを日本の土地やなんかを全部犠牲にして守るんだということです。でそういうふうにして考えたら日本の原発、これだけ転々としている原発がどういう意味であるのか、要するに今関係悪化してますけど中国や、北朝鮮韓国も含めてそういう人たちが、太平洋に出てきようとしたらそれを止めるための核施設だと、核兵器だというふうに僕は時々そういう幻覚を見ます。幻覚であることを願っているんですけど、でもそういうことも含めて我々はもっともっと、深く追求していかなきゃならないし、高橋治美知事もそのことをきちんと思いを出して、少なくとも新潟県知事や、香川県の金の知事のぐらいの言うことを言う勇気を持ってほしいと思います。確かに、北電の会長が、後援会長だったかな、ね、なっているだからと、もしもそうだとしたらそういうアドバイスをすること自体もことも、同知事としての責任、あとは勇気だと思います。ということを含めて、皆さんに訴えていきたいと思います。原発反対、泊まりは廃炉、幌延べいらない、大間もいらない。ありがとうございました。大稼働反対、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 
皆さんが過ごした夏休みとは全然違う夏休みを福島では過ごしているんです。夏休みの自由研究で資産を作って、そして選手を作る、そういったことを子供の頃したことはありませんか？そんな簡単な仕組みで勉強できるんです。なぜ危険な原子力に頼らなきゃいけないんでしょう？福島から福島から来ると危険な原子力になる必要はありません。泊まり原発を廃炉にする、それが今あなたに必要なことじゃないでしょうか？先ほど下田先生も言っていました。上田市長は決断しましたよ。再稼働するには地元の合意が必要です。私たちは絶対に合意がしません。高橋知事、今日も来ました。ぜひ本当に一言ですが話を聞いてください。最近新聞市場で小泉市長が、元市長が脱原発にした方がいいというフランスに行っての見学をしてきて、そのように新聞市場で今賑わしております。もうご覧になったというふうに思いますが、変な気持ちです。今、小泉首相だったらいいのになって私思っちゃいました。きっとそう思った人いるんじゃないかなと思うんです。小泉改革といって、この日本を9月16日こんなに住みにくい、大通公園、そして働きにくい、そうした日本にして、しました、してしまった、その張本人でもある、小泉さん、ボケてる。あ、来た。これが今首相だったらいいなっていうふうに思ってしまう。それは脱原発を彼は訴えてるからだと思います。これ新しいシールもらったよ。ここに貼っていいって。安倍首相にぜひ私は言いたい。本当に安全なんてこれっぽっちも根拠のないことを、ただただ安全だ、なんとかなると言って原発を再稼働させようなんて、そういう首相に私はこの日本任せられないというふうに思います。そのことを言えば、この北海道の道民の命に責任を持っている高橋知事、あなたがこの北海道にある泊原発、そして幌延、大間のことについても、もう脱原発で行きますという一言を言えば止めることができます。一日も早くそのことを言ってください。私は、私たちが払っている道民税も税金も泊原発を再稼働させるために防潮堤を作ったり弁当を作ったり、そんなことに使われたくありません。どうせ使うなら泊原発を止めるために私たちのお金使ってください。そのことを高橋知事、ぜひ実行してください。そしてこの北海道の知事らしいことをやってください。そのことをお願いします。
私たちは今農民100万署名に取り組んでいます。10月の末までに高橋知事のところに100万筆頭揃えて持ってきたいと思います。ぜひ受け取った時には分かりました、泊原発の再稼働はしませんと言ってください、そのことをお願いして私を訴えとします。高橋知事よろしくお願いします。再稼働反対、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 頑張りましょう。再稼働ということで、ホロノベの最終処分地を許さない北海道集会というのが開かれます。来週9月7日土曜日13時から16時、場所はホロノベの隣の豊富町町民センターというところです。ちょっと札幌からは遠いんですけれども、あ、みんな集合した。お知らせしてください。この時にジャーナリストで作家の田畑聡さんも駆けつけて講演をしてくださるということです。そして地元で真剣にこの犯罪活動をしている方たちは、さすがカメラ慣れしてる、隠れた、農業に出すぎ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 皆さんキャラクターを繰り出してるので、も大きいですというふうに言ってます。携帯の中に入るこの農業で違う、僕のゴミのところが違うのさ、みんな見てるの、みんなかわいいかわいいって褒めてくれてるよ、これ見てる人。恥ずかしくなっちゃった。実際模擬試験が来年度から始まったりとかします。そのままではもうコロナ禍が泣き崩し的に最終処分地にされかねません。本当に地元の人は今が正面場だと思って頑張って活動されていますので、ここを札幌に住んでいる皆さんもぜひそのことを心に刻んでてください。山本太郎さんと広瀬隆さんはドイツの方に取材に行かれた DVD が売られていて、今日じゃあ8時までずっと子供パトロール隊追っかけるから私その、悪いやついないか、そう、2人でパトロールしてたの。生産後に処分場になったこともあるんです。今から30年以内前にもうドラム缶、うん、12万本ぐらいが処分されて、そして本当にこれは買って返せるかと思うぐらいの、あ、出るわ。 Google 検索で IWJ アンダーバー北海道ってやったら多分今日のやつ一番新しいの出てくると思う、多分ね。アンダーバー北海道、うん、でもそれが80だったらもうね、ユーストの Google の検索結果でユーストのチャンネルが出てくるはず。コメント、コメントはね今しか入れれないの。でも、翻訳かない。やっぱり、近くの流出による
この本当に。そうなの？もうこの埋めた。大丈夫。みんな褒めてくれてる今。埋めさなくちゃいけないという作業にかかろうとしています。なんでそれはもうこれから何十年もかかり、それから500億円という大金を投じるそうです。それだけ本当に埋めてしまった国際規律を取り出せるかどうかわからないという情報が。そう、Google で検索。日本へ少し先を進んでいるドイツでもこんなことが起きるんですよ。もうこうやって金がこうやってやったらなんか変な声出しますね。これから先じゃあ金もやるよ。おい、あい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 ぜひみんなの力で連発を食べましょう。はい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 、再稼働反対、再稼働反対、自分の顔撮ってるよ。日本は原発がゼロになります。これがね、落ち着いたらちゃんと見えるようになるから。2度目の原発事故になります。私たちは船に合わせて9月16日午後1時スタートで那須原発3号機も行います。今日配っているチラシに入っていますので、ぜひ多くの方々に一緒に歩いてほしいと思っています。その日は原発日本では全て止まっていますから、二度と動かすな、そのことを声上げるデモにします。どうぞ皆さんおいでください。ちびちび子供たい。ということで9月14日が小出平さんの講演会、ちびちびパトロール隊だそうです。16日は手を記念して脱原発3度でも行います。この3日間ぜひ皆さんどんな形で原発は二度と動かさないぞという声を上げていきましょう。よろしくお願いします。いつも皆さんにお願いしていることですが、私たちのこの活動は皆さんの募金によって成り立っています。皆さんがいただいた募金の重さによって T シャツ、トートバッグからリストバンドからバッジまで、軽い方がいいものが当たるというふうになっておりますので、ぜひ皆さんもご協力お願いします。再稼働反対、ちゃんと見てね。はい。
ユーヘイ行きたいと思います。はい、 何パトロール隊だっけ。チビチビパトロール。あ、そうだ、チビチビパトロール隊です。イエーイ、イエーイ、めんこーい。なめこ、なめこじゃない、めんこい。なめこ好きなの。あ、なめこ好きなんだ、やっぱり。子供ってなめこ好きな子多いよ。好きなんだね。なななな、変なコメントしないでください。大丈夫、なまらめんこすぎって言われてるよ。なに、なまらめんこすぎって。楽しいね、子供がいると楽しいね。こっちへ。楽しいよ。グーグー。そういうような日本の今の歴史認識を歪めるよ。それを知って、子供たちに歪んだ教育生活、子育て生活、教育生活を歪めるよ。そう、北海道じゃない人もたくさん見てるから。メロンパン、アンパンあります。そうだよ、危ないから入ったら暗いところはおっかないおじさんがいるよ。それはさっき撮ったからでもいいからね、これは。さっきママのビデオでも。はエモリさんですけど、どこかお店に。はい。お金持ってますか？いや。あ、クレジットカードでお買い物か。すごい。大人。あ、自転車来たよ、自転車来たよ。頑張りましょう。頑張りましょう。日本中の原発を全て廃炉にするために、高橋知事は強く国に対して意見を言ってほしいと思います。どうしたら進んで安全な北海道を次世代の者たちにみんなで力を発せようであろう。これからお洗濯ね、30分頑張って。30分、8時まで洗濯をします。ごめん、ママ、これ預かっておいてください。はいはい、ポケットに入れといてください。はい、もちろんです。自分もリュック背負ってるのに。もうパンパンなの。あ、なんかママ入れる。僕だもん。
じゃあね。お家帰って、お家帰って見てみて。楽しいよ。うん、はーい。だけど、就職を希望する5万2000人に対して、昨日、北海道労働局が発表した求人は5192人しかありません。就職の椅子は最初から半分しかないんです。20年前には4万人を超えていた求人がなんで5192人になっちゃったんだ。景気が悪いからか。そうじゃありません。そうじゃないんです。20年前には700万人だった派遣とか契約とか嘱託とか臨時雇用とか、それが今2000万人を超えて、何年働かしても1円も給料を上げなくてもいい。辞めさせたくなったらいつでも終わりにできる。そういう非正規で雇った方が得だ。権力になるかならないか分かんない。教育もしなきゃならない。高校生を雇うよりその方がいいって。多くの企業が政治と結びついて構造的に若者の進路を狭めています。原発の皆さん同じなんじゃないですか。金が儲かればいい。汚染水どうすんですか。日本はどうなるんですか。誰が責任取るんですか。山側から地下水が福島第一の直下を大量に流れてるから、これ止めなきゃなんないんじゃないかって指摘した人もいるっていうじゃないですか。金がかかりすぎるからやめようって、誰がそんなこと決めたんだよ。派遣の方が安いから高校生は雇わない。それでいいんですか。同じじゃないですか。前に憲法のことも言いました。憲法9条、この国の憲法は理想的すぎて現実と合わないから憲法を変えるっていう人がいるけど、私はそうは思わないという若い人の声が私たちが今やってるアンケートに寄せられました。現実と合わないから理想の方を下げるっていうのはおかしいんじゃないですかって。お金が儲かるから原発作る。金がもったいないから安全基準の方を引き下げる。そんなことやらしてちゃダメでしょう。そうだ。そうだ。そして一番大事なことはみんなが黙らないということだと思います。小学生のお父さんかお母さんいますか。今年の夏休みは小学生が3日間特別登校して勉強したっていう学校がいっぱいあるそうです。勉強するのはいいことです。だけどそれは学力向上の掛け声で
北海道が全国平均から下がってるからと言ってやってるっていうんです。こんなんで意味あんのかなって多くの先生が言ってます。でも意味あるのかなってよくわかんないけど上から言われるからやる、それ怖いと思いませんか。そうだ、それ怖いと思うんですよ。言っても仕方ないから文句言わない、黙って従う、これ絶対ダメだと思うんです。大事なことは声を上げ続けること、おかしいことをおかしいって言い続けること。原発のことで誰がそんなことを言ったのか、これでいいって言ったやつは誰なのか、進めた政治家は誰か、それを問い続けなければならないと思います。そして原発ゼロをみんなの力で実現できれば高校生の就職のことも子どもたちのこともこの世の世の中全体のことも少しずつよくできるんじゃないでしょうか。そのためにみんなでここで声を上げ続けましょう。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。来ました木端と言います。介護の事業所で働いております。ここ 2,3 日で非常に腹が立ったこと、連日のように北海道新聞では介護保険制度が悪くされるよという連載が載っています。その一方で今消費税の増税をめぐっていわゆる有識者とか、産業界に意見を聞く60人から議見を聞くってやってますよね。反対だという人はね分かるんです。で賛成だという人の中に例えば米倉会長だとかねいるわけでしょ。なんて言ってるか、孫子の代にねツケを残さない、確かにそういうことを街頭で答えるね高齢の方もいらっしゃいます。だけどね財界だとか企業 の責任者が孫子の代にツケを残さないって言うんだったらね原発の問題どうしてくれるんだって話ですよね。そうだそうだ、原発は孫子どころじゃない、もうその民族の後世にわたって多大なツケを払わせるわけじゃないですか。まあ、先ほどの小室さんじゃないけどもね、金さえ儲かりゃお前たちいいのかよって、消費税で導入すれば企業は1円も払わないで濡れて出の大儲けだからって、それでそういうことをやってって原発はどうなんだ、現地で苦しんでる人はどうなんだ、これから不安だと思っている人たちはどう考えてんだということをね、やっぱりね私たちきちんと見なきゃダメだと思います。なんとなく周りが消費税増税って言ってるから仕方ないな、そういう風になっちゃうのかなっていう風にね雰囲気で流されている。マスコミも確かにそういう風に流されようとしている。で福島については今は汚染水問題で言ってるけども、でもそれはよそのことだから北海道が関係ない、そんな風に思ってたらねお間違いですよ。本当に子どもたちの世代にマウントの代につけを残さない、そういうことがあれば原発は直ちに廃炉にすべき、汚染水の問題はきちんと国が責任を取って対処すべき、そして新しい大間の原発などは建設をしない、この道は選ぶしかないし、やっぱりそういうことをね濃々とさせているような政治家の連中はねやっぱりすっぱりと首をすげ替えてやるしかないと思います。なかなか高橋さんは出てきませんけども、この場には。でも、毎週金曜日ね、ここに来て、声を上げ続けることが大事だと思いますので、一緒にこれからも頑張りたいと思います。再稼働反対、再稼働反対、コマには入ろう、コマはいらない、原発いらない。再稼働反対、再稼働反対、これからも頑張ります。
区からまた続きます。東から続くからラトールです。今あの 2,3 日前のニュースなんですけれど、アメリカと同じパターンで情報を漏れないために政府が情報を漏らした国の情報を漏らした人に10年を、はい、名前なんだったっけ、刑務所にいられてしまうちびちび、でもちびちびこのあんちゃんです、すごく面白いですよ、多分かなえちゃんです。今水を大坊さんです、この情報を漏らした人がちびちびパトロール隊ゴーいいよ、検討に入ります。なぜというと、それを国をみんなに教えたくなかったのに誰か漏らしてしまう。汚染水漏らしてもいい、でも情報漏らさないでください。これが政府のやり方です。これだけじゃないんですよ、これは始まりです。今私みたいな外国人が日本に対して日本のやり方に対して何で突き出してるの、これも最初は日本人から、その後外国人もこの最高になって、しかし皆さん、これは世界のために始めることじゃない。このことは今の国にやっています。しかしそれってもしかして本当のテレビでは見えないの？そう、インターネットのパソコンのテレビで見れるから。法律は YouTube ね、そうそうそう、YouTube みたいなやつ。いつでも何回でも見れる。皆さん、もっと言うと、自分のものを言ったら、一人一人コメントもお願いしたら、私は、かなちゃん隊、かなん隊、やっほー、次は私が参加したんです。パトロールで、パトロール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 、世界の平和を守る一部パトロール隊と最下の音、ポストのを守るためテレキブパトロール隊は頑張ります。おー、パチ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 、立派です。テレキブパトロール隊はポストのこの声で飛ばしたいと、ポストの専用のうちわでポストの飛ばします。それと私たちの希望でポストのを鳴らします。行きます、はい、戻って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 列に戻ってください。ハサミ？よく見えるね。でもあれはダメです。あれは犯罪です。なので、ビチビチボトルの際は、ちょっと、世界でないもの、ゆっくりもないから、あれやだ。
はないんじゃない。日本は民主主義の国、自由の国。だから皆さん、おも今あそこに美味しそうなケーキみたいなのが写真で載っていますね。あ、もうすぐ終わるよ、戻ろう。カッパ着てる人なんかたくさんいるんで、俺さっきまでちょっと仕事してたんでよくわかんないですけど、雨降ってたんですかね。降ってました。さっきもなんか仕事だらだら長引いちゃって、もう7時くらいに終わったんですけどね。またもう7時ぐらいになったらもういいかなってまた例によって思うんですけど、だけどまあそこでね、まあ言い訳しようと思えば人間、こう、今日は疲れてるからとかね、まあ考えたらたくさんあるんですけど、でもまあ、何言おうとしたんだっけな。まあ今そのぐらい疲れてるんですよ。何言おうとしたんだっけな、まあ、っていう感じでね。だけど、言い訳しようと思えばね、物事やんない理由なんてもう何ぼでも出てきますから、もう、ね、すごい疲れてるし、もう、ね、今日は面談2つも入って、ね、入院の患者さんも取って、ね、それはもうね、もう誰か俺を褒めてくれっていうぐらいね、結構働いてきたからね。はい。だけどね、もう、でもまあ、やんない理由はたくさんあるけども、やる理由だけははっきりしてますからね。なんか、俺はそんなに頑張るのも好きじゃないし、そんな立派な人間にもなろうとは大して思わないですよね。また、あんまり俺真面目にやりすぎると、ちょっと続かないんで、まあ自分のペースでやらせてもらってます。だけど、でもまあどっちを選ぶってなった時にね、まあしょうがないって言い続けるのと、でもちょっと踏みとどまろうと思うのとね、まあちょっとでいいからそれを選ぶなんか習慣をつけようかなと思って来てます。まあどうせ来たところでね、俺多分5分10分こうやっているか、ちょっと喋るか、それだけかもしれないけど、まあそこでやるかやんないかだったら、まあやる方を選ぼうかなと思って今日もいました。でね、皆さん雨降ってたらね、雨捨てたら来なくてもいいかもしんねえしね、雪捨てたら来なくてもいいかもしんないし、体しんどかったらね、やめてもいいかもしんないですけど、まあそんな中ね、あえてね、やるとか、物を言うとかね、反抗するっていうね、そういう選択肢をね、選ぶ人が、まあ雨捨ててもこんだけいるっていうのはね、とても嬉しいことだと思います。まあついさっき来てね、偉そうなこと言うのもなんですけど、まあありがとうございます。さっき、なんかね、じりじりといろんな法律とか発生作られてね、言いたいことも言えない世の中になるんじゃねえかっていう話をしてました。実際ね、もうどんどんそういうのが作られてて、言いたいこと言えない風になっちゃったり、あとなんかね、うちらの悪い癖で、どんなひどいことでも悪いことでも、やっぱ毎日毎日ニュースでやってたりね、同じこと見てると、それが日常になっちゃって、なんかまあ、俺らの心なんてすぐに麻痺しちゃうんですよね、もう。当たり前なんじゃないかとかね、しょうがないんじゃないかって思い込まされちゃうような気がしてます。だからね、なんか、うちらはちょっと、特になんかね、あ、そうだ、
ここでね、まあ言っちゃ悪いけど、自分より年上の人がいつも多いんですよ。特におじいちゃんおばあちゃんになるともっと多いんですよ。で、自分今41なんですけどね、10代とか20代があんまいないのなんでかなと思ったんですけど、よく考えたらね、多分うちら若い世代の方がどん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 、ペットのチワワみたいにね、品種改良がすごい進んじゃって、若い頃からずっと何やったって世の中なんて変わんねえよとか、ね、自分が何言ったところで何一つ変わるわけねえじゃねえかとか、ね、お前一人がでかい人だって偉そうなこと言うなっていう社会の中で俺はずっと育ってきたんですよね。そうやって洗脳され続けてきちゃったから、いざ原発が吹っ飛んだとか汚染水垂れ流しだとかね、ガキが病気になるかどうなるか分かんねえっていう時に、なんかどうしよっかな、こういう時に物言っていいのかななんて間抜けなことを考える人間になっちゃったわけなんですよ。だからね、だから多分品種改良の進んでないまだね3世代前ぐらいの野蛮な日本人の人がね、たくさん生き残ってこうやって来てるんじゃないかなって俺勝手に想像しました。野蛮とか言ってね失礼ですけど、だけどね、うん、でも人間はね、そうやってもともとはね、当たり前に物を言ったり喧嘩したりする力ってのは当たり前に持ってたと思ってます。この間ね、ちょっとマンションで迷子になってた猫を拾って家で面倒見てるんですけど、野生のパワーってのはすごいですよね。もうちょっともう脅威を感じたら、こんなちっちゃい猫なんだけど、もう俺がビビるぐらいの勢いでね、すごいパワーを発揮して逃げたりするんですよ。ああ、やっぱりこう飼いならされていようがなんだろうが、このね、その中にはもうこのちっちゃい体の中にもね、とんでもないパワーが眠ってんじゃないかなと思いました。だからね、それと同じでね、もう何年飼いならされていようが、何年ダメだと言い聞かされてこようがね、そんなもんはもう原発は安全だとかね、食べても安全ですとか今言われてるのと同じ、実はしょうもないホラーでしかないんですよ。うちらはね、反抗しようと思えばできるし、物を言おうと思えば言えるしね、もちろんしょうがないからって言って言い続ける必要なんか、そうやって生きなきゃ何に必要は一個もないと思ってます。なんかね、俺昔音楽を始めた時に、まだ有名なバンドはね、みんな東京に行ってデビューしたりとかね、でなかなか有名なバンドはこっちまで来てくれなかったりとか、やっぱり東京に行かなきゃダメなのかなとか、地方で何かやってもダメなのかなとか、音楽の世界でね、そういうのをよく感じたことがありました。俺の先輩方もそんなことを感じながら向こうに行った人もいれば、ね、踏みとどまってやり続けた人もいます。だけどそれがね、5年10年経ってみたら、ここを呼びかけたね、こうちゃんとかそうなんですけど、北海道に踏みとどまって音楽やったりね、北海道から世界に発信するってことが当たり前にできるようになったんですよ。自慢じゃないけど、俺のレコードはね、俺ね、たまにレコードとか作ってるんですよ、ね、知ってる？知らないでしょ？誰も知らないけど、なんかね、インドネシアとかね、アメリカのテキサスとか行ったら売ってました、俺のレコード。どうでしょう？じゃあやればできるんですよ。発信しようと思えば発信できるし、北海道がだからダメとかね、地方だからダメだとか、自分が田舎に住んでるからとか、そんなことは実は一つも関係ありません。人間のね、やっていい悪いっていうところ、言っていいよくないっていうところにはね、実は一個も関係ないですよ。だからね、高橋知事にもどうかね、北海道だから経済がしょぼいから、産業はねえからね、儲かるもんがないから、雇用がないから、だから中央の言うことを聞くしかないとか、そういうね、しょぼくれた全時代的なね、古臭い考えをぼちぼち捨ててね、もうちょっと強気で前向きなことを考えてほしいんですよ。逆にね、今この時代だから、北海道にしかできないこと、札幌でしかできないこと、北海道のやるべきことってのはね、新たに見えてきてると思ってます。ましてね、東北だったり、もう日本のね、食い物を今まで支えてきたところはバンバン潰されてます。太平洋までダメになったね、海がどんどん汚染水垂れ流されて、北海道の魚、北海道じゃねえ、太平洋の魚もろくに食えない、こんな苦しい点になった時にね、ここでうちらの食い物とかさ、農業とかさ、そういうものせっかく手元に持ってるものにガンガン強気に出なきゃ、何でんのさって言ってる。だからね、そんなさ、主要の役所の言うことただただ聞くだけだったらさ、やってるもう生きてる意味楽しくねえじゃないですか。せっかくね、まあせっかく言ったら失礼かもしれないけど、
逆にこれピンチはチャンスですから、もうちょっと強気に前向きの未来っていうのを北海道民に示してほしいんですよ。俺らはね、ここが好きだからここにいます。俺は東京で生まれたしね、札幌の人間でもねえから別にここで死ぬ気ではないけど、ここが好きだからいます。だからね、ここでずっと音楽やったり仕事をしたり、ここから発信してここで生きてきます。同じようにね、ここで踏ん張るのはね、やれることはたくさんあります。そんなくだらない原発一つ、電力会社一つに頼ったっても、北海道はそれじゃ潰れるほど諸国はありません。あなたの考えてること、北海道や札幌ってのはよろくないんですよ。今こうやってね、ちょっと人間関係なかったことを、マジで選択を決めてね、かっこいいとこ聞いてやりやがって。あと3分で終わりだよ。うまいね。8時になりましたので、道庁北門前反原発抗議行動が終了になりました。今日はちっちゃい子がたくさんいたので追っかけてたら息切れしました。せっかくなのでちびこが作った、ありがとう。変なことなんて何も書いてないよ。女の子シュプレヒコール、素敵な女性になれるよって書いてある。間違いないだって。あ、外してお片付けだ。うん、これに書いてあるよ。みんな見てる人がね、こうやって書いてくれてるの。漢字で書いてあるけどね、素敵な女性になるよ、間違いないよって書いてある。うん。これは毎週やってる洗濯、あれ、これ正式な名前なんだっけ？同調前洗濯抗議行動だっけ、なんだっけ、しびしび洗濯、しび洗濯です。同調前洗濯毎週やってます。今回はありがとうございました。洗濯物を干してる、雨降っても、これ洗濯できるね。
干してんのか濡れてんのかわからない。干してるそばから濡れています。さあ片付けです。8時過ぎたんで。では最後に締めてみたい。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた来週の金曜日。また来週の金曜日。何かしんちゃんを見てます。変なこと書いてないですよね。そうです、ありがとうございます。本当に温かく見ててもらって、来週クレヨンしんちゃん見るそうですよ。じゃあ配信終了します。ご視聴いただいてありがとうございます。もう終わりね。ありがとうございましたっていうよ。せーので、ありがとうございました。